聞いた話だとこっちの方だったはず。多分ここだよ。すみません、ライダリンシュタートです。クラウディアさんはいますか？おい、いきなりすぎるだろ。これくらいやった方が話も早いでしょ。ライザ、いきなり大声で呼んだりしてごめんね。ライザってマナーとかかなりあれだから。ううん、来てくれて嬉しかったよ。挨拶に行きたかったんだけど引っ越しが忙しくて。私たちの方もドタバタしてて遊びに来るの遅れちゃったんだ。アンペルさんとリラさんから聞いてるよ。みんな自分のやりたいことに打ち込んでるって。まあな、忙しいけど楽しいぜ。充実ってやつ。僕なんかまだわからないことだらけだけどね。アンペルさんたちとは会ってたんだ。近所だし、お父さんの相談役として村に滞在してもらうって。二人も遺跡の調査だったかな。その仕事が終わるまではいてくれるみたい。みんないつかいなくなっちゃうのかな。だとしてもそんなすぐじゃないよ。販路の手続きとか収穫量の調査とかやることも多いし。そっか、そうだよね。じゃあいる間はいっぱい遊ぼう。嬉しいけど3人ともやることがあるんでしょ。遊んでる暇ってあるの？それはそれ、これはこれだよ。そうそう、暇ってのは見つけたり作ったりするもんさ。変な遠慮すんなって。錬金術だって材料の採取で出かけることも多いし、近場の危なくないとこなら島の案内もしてあげるよ。ありがとう。安全なら外出も許してもらえるかな。あの騒ぎからお父さん少し神経質になってて。ああ、あれは実際危なかったしな。俺たちが用心棒として不足なのはまあわかる。ああ、そういえばずっと気になってたんだけど、なんで魔物に出くわすほど森の奥に入ってたの？親父さんもよくいなくなるみたいに言ってたな。なんか訳ありとか？女の子の秘密を気安く聞いたりしない。そんな大げさなことじゃないよ。あ、ただお父さんには。いや、ようこそ諸君。今日はゆっくりしていってくれ。ああ、こんにちは、ルベルトさん。お邪魔してます。ねえクラウディア、今度私の部屋に来ない？そこならいろいろとお話できると思うよ。
うん、ありがとう。Yeah!